あー楽しみ。福袋早く開けたい。あのさ、洋服も行こうかなと思ってんだけど、去年洋服行けなかったじゃん。服行くか。タイキックの、ね、タイのキックボクサーみたいな、あれ10万したんだよ、タイのキックボクサーパンツ。あの福袋の洋服のやつ、俺のギャル王時代のめちゃめちゃ一番かっこいい先輩、むっちゃかっこいい先輩がいるんだけど、そいつ、その人にめっちゃ好評だった。お前なかなか面白い動画撮るじゃん、つって。俺すげえ嬉しかったわ。12年ぶりぐらい連絡来た。おい、ジュン、お前なかなか面白い動画撮んじゃねえかよ。俺が憧れてた先輩が連絡来て嬉しかったわ。めっちゃかっこいい。俺が本当に憧れてた。上京してた時に、俺の12個上だから、え、待って、何歳？え？ 10 個上だ。46！ 会いてー、久々に。その人が俺を、なんか、夜遊び教えてくれたの。26歳ぐらいの時に、俺毎週金曜日と土曜日クラブ行ってたんだけど、どんちゃん騒ぎしてたんだけど、お金も持ってないじゃん。そんな会社員だし。だけど、全部その人がお金出して遊び方教えてくれて、今でも頭上がらんわ。いや、で、恩返しもさせてくれないの。いや、俺もちょっと、お金稼ぐようになったから、あの時の恩返しさせてくださいよって言っても、絶対、俺なんか後輩にご飯とか奢られるの好きじゃねえんだ。絶対に奢らせてくんない。人生で一回もご馳走したことない。多分俺の方が所得も上なのに、もうその上下関係はもう絶対に変わらない。あの、寺内が坂本にご飯をご馳走するみたいな。あ、でも、それを確かに、もう逆に失礼だなと思って。ご飯ごちそうさせてくださいよ。失礼だなと思って。もう逆に、なんか、ご飯連れてってくださいって言ってる、最近。大人になったから。よほな。宮迫の真逆ってことですか？何？サコは何？ヒカルに飯ごちそうになってるよ、サコは。でも本当に、マジで高級会社、高級車1台買える分ぐらいは絶対ごちそうになってる。マジで。本当に毎週夜な夜な、すごい、ね、お金の額じゃないと思うけど、めちゃくちゃごちそうになってたから、あの時のね、クラブなんて、一晩50万ぐらいマジで飛ぶから、4人、3、4人で行って、今でも連絡取るけど、唯一、オーニャに飯をおごったりしてる。一応だから、その人には及ばないけど、安いご飯しかおごれ、ごちそうできないけど、ちゃんとご飯は後輩にはごちそうしてるかな。で、多分、俺、だから、一番身近にいた母校にずっとご飯をごちそうしてたら、多分そういうの見て母校が、ちゃんと後輩に面倒見てるみたいで、そういうのってやっぱさ、別にね、お金があったらごちそうするのはいいことじゃん。そうやって継承されていくんだなと思って。イズムが。いや、ヤクザとかじゃない。普通に会社経営者。俺が東京出てきた時に、なんかその、お世話になってた先輩たちのうちの一人。渋谷で出会った。すっげえかっこいい人いるなと思って、その人なんか女ナンパしてたのね。で、俺もナンパして最初ライバルだったんだけど、いつか生きと、いつの間にか生きてお前のものがやるじゃんみたいな。それで、ほんとそんなだよ。何なんだろうね、あの時の、ああいう感じって。本当に気がついたら一緒にいたみたいな。マジでそんな感じだよ。お前なんだ？なんだ、この辺でお前あれしてんのか？はい。じゃあ飯でも一緒に行こうぜ、つって。てか違う、思い出した。渋谷の東急の前でナンパしてたら、俺が二人組の女ナンパしてたら、その人が勝手に来てくれたんだ。おい、じゃあ22で遊び行こうぜって22で遊び行ったわ。で、当時あったラクダっていうカラオケ行って、あ、なんかそれでクンズほぐれずした。そうだ。そこで開口した俺たちは。助けてくれたんだ。ガチガチガチ。そんなと思うよ。
すごいかっこよくて、俺が未だに憧れてるわ、その人。なかなかいないわ、ああいうかっこいい人。見た目がかっこいい。かな、チンブーしてくれた。チンポもめちゃくちゃでけえ。むちゃくちゃチンポでけえ。顔ちっちゃくてチンポでけえ。俺の逆なのね。俺ほんとレッドが、俺頭でかくてチンポちっちゃいじゃん。その人顔ちっちゃくてチンポでけえの。俺マジでその時コンプレックスだな。なんで俺こんな顔でかくてチンポちっちゃいのみたいな。サスケとあれ、逆だったかもしんねえ。みたいな。ほんとそれよぎったんだから。ああ、逆だったかもしんねえのに俺。逆だったかもしんねえじゃん。もうちょっとの、ちょっとのさ、ネジのさ、あの、ボタンのね、掛け違いだけで、顔ちっちゃくて、チンポでかかったかもしんねえじゃん。逆だったんだよね。めっちゃかっこいい。本当に。俺がこんなこと言うのあんまねえだろ。マジで、俺、最初芸能人かと思ってたから。女にめちゃくちゃモテたし、ハイパーオシャレだったし、一番最初に、うん、あの、あれしたからね、ツーブロックにしたからね、俺たち周りでも。俺が一番最初に襟足刈り上げたけど。あのね、結婚はしてないんだけど、子供は何人かいるっつってさ。結婚、なんか、ちょっと変わってる人で、めっちゃ変わってんのね。あ、俺、ジオン、俺、あの、あれだわ、子供できたわ、みたいな話を突然されて、え？え、じゃあお祝いしなきゃダメじゃないですか？あ、いつ出産されたんですか？生まれたんですか？って言ったら、もう1年2ヶ月ぐらい前かな、みたいな。その1年2ヶ月、普通に遊んでて連絡取ってたのに、なんか、なんで教えてくれなかったんですか？いや、子供って一種類かわかんねえからさ、お前に心配かけたくなくてよ、とか言って。いや、確かにそうだけど。いや、でも普通に認知して子供を育ててるんだったらな、全くね、問題ないというか。話もめっちゃおもろい。俺が配信で使う差別用語は全部その人から教わった。あの人のせいで俺はそういう言葉を使うようになったわ、絶対。いや、俺今本当に振り返るとマジでそうだわ。本当にそう。いや、でもそれほど俺が強烈に憧れた人だわ。あの先輩、マジで俺本当に、未だにやっぱね、連絡取っちゃうしね。こんなに離れてるのに。その人が面白くて今の、いや、絶対影響受けてる。俺が一番色濃く影響受けてるな。で、配信してるっていうのがバレて、イベルト見に来たからな。おい、ジュン、AV 女優紹介しろよ、みたいな感じで。その時の悪い軍団で、異彩を放ってた。なんか、10個ぐらい上だから、ちょい悪親父みたいな軍団、明らかに、あの、AV 女優さんの、AV 女優のファンの方ってさ、あの、ちょっとやっぱ奥手だったり、ね、オタクっぽい人多いじゃん、どうしても。だけど、明らかに、異彩を放って、えぇ、ー、さい、ジューみたいな感じで、顔黒くて、ひげ生やして、なんつーの、ちょい悪いイケイケ親父みたいなやつが3、4人来てたわ。ウィースみたいな感じで。全然普通の、あれだよ、あの、ヤクザとかじゃないよ。マジで、会社経営者。一人だけ、なんか、セミナーセミナーやってるやつが一人。でもそいつはかけてチーって言われそう。あだらだよ、これは。あだらだからね。かけて言われてた。ダソク頑張ってスマブラしてる。俺とダソクのおじいちゃん組。俺を越すんじゃねえぞ。今、ダソクさんレートいくつ？おじいちゃん組。俺ちょっと二日間寝ちゃってたんだよなぁ。俺明るい人めっちゃ好き。男の人でも女の人でも明るい人好き。198万、よかったよかった。